はい、こんばんは。スイーピングドッグス香港秘密警察第17回目、前回ね、もうクライマックス感が半端なかったんで、今日はちょっと夜枠前半にこちらをねやろうと思います。はい、まあ、一応コミュ掲示板ね、まあ、放送掲示板か今名前はと、ニコ生のお知らせの欄と一応ツイッターでも、はい、一応事前にお伝えした次第ですが、まあやっていきましょうか。エンディングかもしれない、このまま一気にそれでも終わんなかったらある程度のとこで釘つけるかもしれないけど、でももうね、もうだいぶ最初の段階からねえやべえやつだろっていう空気出してたからな、ビッグスマイル D。 最初はその下部組織のねえウィンストンとサムドッグアイズのいざこざだけど、そのサムドッグアイズリーのサムドッグアイズなんだっけ、下の名前リーだったよな、くしくもの奥にビッグスマイルリーがいるってことでね。あー、これは最終的にこいつにたどり着くだろうなと思ってたけど、たどり着いてさらに奥にいるのかなと思ったけど、強引にロンタルの座を奪いに来たね。もうなりふり構わず。さあどうなるか。あと警察ウェイを送った上司ペンドリューだっけ、あいつはどうなるんだろうね。まあ高みの見物ってとこかなと思いますけど、じゃあ行きましょうか。潜入捜査官の疑いをかけられ、まあ実際事実なんだけど、捕まって、ロンタウの選挙に行かせないように仕組まれたけど、もうこっちから勝ち込むぞ。じゃあウェイ、お前は俺と同類だ、やるべきことをやれ。ふん、じゃあやるべきことをやりますか。同じかどうかは分からないけど。おお、よし、マッチェット開くのか。ああ、こっちか、開くのか。拠点の裏にもある。いて、うわぁ、のっけか片手凶器になってる。トンとかいうやつの持ってたマチェットで大暴れです。いて、わーい、いて、どうだ、だガーッ、おいて、はい、さて拠点に潜入しよう。ロードしても残ったの、あれなんだこれ、ここから行くんじゃないの、あれ。うわー、しまった。ちょっと、拠点から離れすぎてしまった池ポチャでまさかのやり直し。あ、よかった。んこれって別に、あ、なんだ、上からってことか。はい、アイサー、真正面から迎えてくれるほど親切ではないのか。ちょっと見ない間に主人公が。いやー、彼ね、トンお手製のマチェットで。あ、武器をぶんどれか。はい、ちょうだい。
ごめんね。やつだぜ。やつさーってどこ？下か。ぽいな。隠れれる場所がねえじゃねえかよこれ。あった。石前をズタズタにしてさえ弾丸を浴びせる。これぐらいかな。どうも苦手でね、この照準を合わせるのは。これぐらい？わかんのだよね、勝手が。全然思ってるところと違うな。これぐらい？違うな。こんなもん。よし。ナイスヘッドショット。よし、急ぐぞ。よっ。何？大体これぐらいか。オッケー。もうちょいか。上すぎる。これぐらいか。これぐらいかな。オッケーオッケー。まだいんのか。もうちょい前でないといけないか。よっよっ。うわ、ゲームオーバー。ゲームオーバーだ。相手がな、アサルトライフルか。どっちも使いにくいんだがな。はどこ。なんだこの部屋。なんか捜査本部みてえな空気すら感じるが、まあなんか計画とか立てるねちょうどいいんだろうな。ちょっと待て。遮蔽物というか。よし、味方スフォー間違えてるね相手さんは。多分だけど。スロー落下中に落下中に、あー飛び降りろってか。バカ言うな。そんなんでどうにかなるならやってるわ。だけ歌えて前進してくるって敵からしたら恐怖でない、うん、だろうね。おら照準が見せんだよ。
てる敵は撃たなきゃ無謀すぎるだろ。あとはどこにいる？危ない危ない危ない。ん？てか銃がない。それ以前。こっちです。はい、こんばんは。アサルトライフルでいいよな。本当はショットガンがお気に入りなんだが、下手したら照準の見やすいハンドガンの方が弾数考えないければ使いやすさだけで言えば使いやすいんだがな。よっ、あののれんの奥にいんのか。あ、なんか勝手に爆発したぞ。なんだ。ああ、いた。見えた。回避薬もない。うん、元からな。お、車壊れて、そばにいるやつ死んだんじゃない？壊すか、あいつ、車を。徹底的に。あ、こっちです。はい、こんばんは。今日は正義の味方かな。巨悪の敵って感じかな。あののれんが邪魔だな。のれんじゃねえんだわ。こっから飛び降りてお前どうにか行けるほど甘いとは思えないけど、行くのか。あ、なんだ、下にお膳立てしてあんのかと思ったら結構、あ、あれトラックか。ワンチャンある。うわー、壊れろ。よし、弾なくなっちゃった参っちゃうね。よし、オッケー。よいしょ。で、こっち逃げ込む。丸腰です。死ねと言っているようなもんだよ、こんなの。よっ。よっ。ダメですー。きついな、ここ。どっからだろう。こっからか。そりゃそうだ。わお。よいしょ。割って。あ、わかった。壊れるのか。少なからず汗はこうだな。何発必要なのかわかんねえけど、燃えとけ。うん、これは車から行く。ただ手前の2人はドラム缶かな。ゴミみたいな照準なんだよな。オッケー、インカー。よし、のれんで見えねえけどトラックが合うのは見え、わく知ってるから。
あとは、ただ問題はここにあったドロップアイテムが全部消えちゃってる可能性なんだよな。だよね。つまり丸腰で行かなきゃいけなくなっちゃった。120発しかないや、さっきと違って。せちがないね。随分と。まあどこを見せるとき本当はだからもう、まもう、いやどっかでお前来た。何このお前、どういう状況、どういう状況っすか。補給兵、これで頑張れと。まだ、まあ、諦めるのはまだ早いと言っているのか。早いかな、まだ。あの奥のトラックは見えないけど、のれんの先に当たってるかもちょっとわかんねえからな。じゃあまあさすがに行くか。しょうがね。よっ。よっ。だ。よっ。で。残り2発は取っておく。よいしょ。一発、いやこんな一発だけ渡されてもお前しょうがねえか。よいしょ。おい爆発ってお前バカじゃねえのか。そんなの読めるか。こいつは勝手に撃たすときは車自分で爆発させちゃうんじゃないか。迷わず行けばわかるだろう。ダメだ、これ無茶苦すぎる。どうしろと言うんだ。手前の車の銃取ればよかったじゃん。手前の車の銃なんだ、あったのか。ああそうか、敵倒し取ればよかったのか。じゃあやっぱここはこの、でこの状態でできる限りのことをするか。運転席を狙って撃つ、煙出てきたな。撃つ、撃つべし撃つべし、燃えてきたな。 OK、 次ドラム缶というかなんか光ってる。なに、一発であれをやれば引火すんのか。よし、おっとっとっと、あとは2台を撃っても壊れんのかな。コンテナじゃ壊れないかな。折り時かね。こっから狙える引火物って、いや、よっ、なんかある狙えるもん。な、いやあるか、あのトラックか。
よいしょ。長っちた。あの死体が銃を取るけど、んーだい、よいしょ、よし、オッケー。あれ、これショットガンか。ずいぶんといいもん持ってんな、おい。ドラム缶が怖いな、流れ玉に爆発するかもしれねえ。よっ、なんで多少強引でも。よいしょ、なんと爆発映え落とす、うん、爆発映え、うわどうだ、死なないか。どこにいんだ、だとしたらそこか。それね、アイサー。よいしょ、おい、増援来たな。その前にこいつを、まだ奥にいんのかよ、元気な子。はい、オッケー。近くに銃はたくさんあるな。だー、サルトか、マジいな。おお、予想外、その動きは。ちょっときついけど頑張っちゃおうか。まあ残りの弾、よっしゃー、オッケー。よっ、また一人とか、そこか、なくなった。よし、オッケー、取った。しょうがないな、じゃあ。よっ、よっ、あれ、ちょっと待って、どこにいるの、そこかい。ちょ、奥かと思ってた。まあでも大体わかったわ、トラックの向こう側にいたのね。よっ、
だことは結構ある。これをきちんと狙えば速攻で一人やれるのと、よいしょ、蜂の巣にする。だいぶ敵の配置も分かってきたので今、よいしょ、で、はい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 、よいしょ、弾切れたか。ちょっと待った、前行きすぎた。ちょっと待って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 、やべ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 、ちょ待って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 、不器用だ相手も不器用だ。そしてこんな手前に落ちてんの。あのドラム缶爆発しないのか、さじ加減がわからん。はい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 、これは照準がでかくて分かりやすくていいな、本当にそれだけで価値がある。敵のショットガンか、さすがに当たんないか。よし、オッケー、まあ、なんだやっぱ手前の白いドラム缶空か、なんか燃えねえなと思ったら。とりあえずバーマキャ死ぬでしょうの精神だ。よく耐えてんな、敵も敵で、こっちもこっちだが。どうしたもんかね。はい、下がって、よいしょ、オッケー、アサルトライフルか。
車越しに狙えるかな、無理かな。よし、オッケー。ふう、ギリギリだな、おい。トラックの向こうにいんだろ。あぶり出ないか。だとしたらこうか。よっ。一丁前に打って湧き上がるのか。よっ。大体の居場所が分かってはいるかと思ったけど、あいつ上か。正確な位置分かった。上の段にいる。あれか、アイスさー。はいはい。もうちょい。よし、オッケー。ふう、ショットガン欲しい。おい、隠れ場所ねえぞ、これ。なんだこれ。おいおい、冗談だろ。この柱かないのか。あ、違う、そういう意味か。あ、ごめん、一般人。あ、ごめんね、なんかごめん。まあ、一人助けた。4分の1倒すけたし。誰かショットガン、その持ってたショットガンでとんでもない事件が起きてしまった。おい、これで突撃ってお前厳しすぎないかい。壁がなんて見晴らしのいい。お互い、逆にとって挟み撃ちとか最悪だよなあれ。一人削った。じっくりと行くしかねえな。慎重に。オッケー。時に大胆。あれか。オッケー。また来るんでしょう。殺すだと笑わせるな。あらら、とんだお茶会になっちゃいました。ポニー程度始末しろ。誰だよ。
なんか赤く光ってんな。なんだあれ。おお、なるほどね。活用できたのは見つけたいとこだが、なかなかそうもない。程度ミスターバーコード嘘。あの人巻き込まれ市民でしょ。ショットガン撃って連発爆発もしたけどヘッドショット。誰が判定してんだろうなこの状況。おーギミック水槽割って倒すなんてのもあんのか。おい、敵のアイコンがあるのに、あ、いた、あれか。よし。あと一人いるんだが銃が欲しい。よっ、よっ、ナイス。水槽の反対側かな。あれか、あいさ。ビッグスマイルリーを探せ。ちょっと待って、まだ人いるぞ。いや、ポニーテール？こいつもしかして。焼けちゃって分かりにくいけど、一瞬なんかお下げっぽいのが見えたが。後頭部に。50K ピストル？何それ？そんなあんの？あの出口守ってたのがポニーテールなのかな。ショットガン45発か。燃え移ん、うわ、ほう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 。ちょっとポニーテールっぽくないこいつ。髪の毛ただすげえ邪魔、炎症しそうで。これでも食らえ。うっしゅい、くそ、ジャムった。おいおい、潮時だな、リー。くそったい。とんだサプライズだな。おえって、お前こんな状態で。くそよ。おい、これパルクールか。しまった。おい、フラフラするな。あ、よし、立ち直った。オッケー。よっと、ちょっとこれ嘘。はバカ野郎。終わりだ、ウェイ。あ、どうだろうね。おお、リーか、こいつ。ビッグスマイルリーか、どっちだ。俺か。
あいつどこ行った？マジそう。10メーター飛んだ。よっぱせ。腰抜けめ。やったん。お前は終わりだ。ピースオフフォーキング。クソ野郎めが。ファーク。ボスに奪えた気分はどうだ、クソ豚野郎。お前はペンドリューに利用されたのさ。自分がジャッキーにしたようにな。お前はウィンストンと死ぬはずだった。とりあえずもトンもしくじやがって。役立たずともね。だがもういい。この手で殴り殺す方が楽しいからな。クソ豚れ。ファイトは。あ、おっせ、何この移動速度。あっちち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 。なんでペンドリューのこと知ってんの？グルだったんだな。それかまあ、まあどこまで協力関係にあったのかは知らんけど、とりあえず今火の手から逃げよう。いて、あとカメラ位置な。はい、いて。あーきつい。いて。カウンターだ。しかもやることできねえぞこれ。攻撃が効かん、うん、操作が。ファイトは。あちち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 、やだ。あ、生きてた。意外。それは投げもあんのか。覚えたぞこいつ。弱い中の一撃。トンの方が強えよ。でもよいしょよいしょ。トン、おい。You want more?いて。カウンターしかできない分そんなに高性能じゃないはず。ゼロ行く。いて。早いな。あ、三角かい。ふざけんな。あっぶねえ。おっ、よいしょ。ああ、きつい。はい。おい、しょっと。お前、お前な。これか。おいや。香港映画はミンチするのが早いなのか。レーモンドさんか。レイモン、レイモンド、俺は。落ち着けよ、ウェイ。
この男は任せてくれ。わかりました。大丈夫か。ああ、ペンドリューは昇進が決まったインターポールやな。俺たちは用済みだ。来たね、俺をリーに差し出しやがった。残念だが、何を言っても無駄なんだ。上はペンドリューにしか耳を貸さないだろ。ここへ来た目的は果たしたんだろ。さあ、任務完了だ。小包み。ジャン、一体何だ。USB。アンクルポーとペンドリュー、どういうことだ。ペンドリュー警視か、久しいな。そうか、うちの部下を追い払ったのはあんたか。ポー、ここに来た用事は分かってるか。思い当たる節が多すぎるな。教えてくれないか。新天地に移ることになってな。その前にお前はソニーの仕事を片付けておきたくてね。それは取引したじゃないか。スリータイガーズを差し出し、お前のキャリアを作ってやったの。そしてお前とソニーに商売を続けさせてやった。それはお前が望んで払った犠牲だろ。あの時はな。ソニーには消えてもらう。お前もいなくなれば俺の仕事は完了だ。安らかに眠る。わしとお前の唯一の違いは、己の悪を認めているかどうか。ペンドリュー、終わらせてやるよ。あ、もう捕まってる。仕事が早いでしょう。HKP、HKPD か？何が言いたい？俺は確実に香港をより良い場所にした。より大きな正義のためにしたことさ。だがお前は警官のくせに任務を忘れ、奴らの仲間になった。リーに引き渡されたのも当然だ。そうだな。因果応報だ。あんたも例外じゃない。無所に入る覚悟はできてるか。なんだと。あんたの昔の仲間もお待ちかねみたいだぜ。あんたがポーにしたことは彼らに伝えておいた。死刑と同じじゃないか。知ってるさ。おい、やめてくれ。これじゃ命がいくつあっても持たん。それが狙いさ。警部補、ウェイ。俺を言っておこうと思って。どうして？感謝してるのはこっちなんだ。自分で正しいと思える仕事ができたんだ。正気を保てたのはあんたのおかげさ。どういたしまして。これからどうするの？さあな、仕事も終わったし、かといって他に行きたいところもない。あれだけのことがあったのに不思議だな。やっぱり俺の居場所は香港だと思う。どっちの香港のことかしら。
で、ウェイはどうするんですか。何にせよ、彼は私に忠実よ。それだけで十分でしょ。放っておいていいわ。そうですね、アントちゃん。出してくれ。なあ、ジャンってノースおばさんか。ノースおばさんで覚えてたから、ちょっとピンとすぐ来なかったな。終わった。ということでエンディングです。香港を住処にすることを香港も望んでると思うなよ。いや、いい、これだけのことをやったのに。汚れ仕事を。ということで終わったな。まあ、どこも賢いやつが生き残るけど、自分の生き方を通すのは自分の力なんじゃないの。結果的に調和派のノースおばさんがロンタウンになったんだろうから、必要悪として君臨してくれればウェイも何もしないんじゃない。仕事でもなく手を汚してきた。いや、全部ドッグアイズとビッグスマイルリーがやったことです。ただ警察に居場所はないだろうな。それを望んでるかどうかもわかんないし。でもまあ最後は、うん、まあ全部片付いたねって感じではあるわ。やっぱペンドリューは悪いやつだったし、情報をね、利用して、裏で動いてた証拠を、抑えたっつうか、まあ
エンディング中だけど、結構なクレジットのボリュームね。あとこれクレジット見てて思い出したけど、これ開発ロンドンなんだよな、多分。香港映画とオープンワールド、寝落ちはしてないんだけど、一応エンディングだから、まあね、まあ、まあゆっくり見てた方がいいかなと思ってマイクミュートにしてたんだけど、あまりにもちょっと長く映像もないんでね、ちょっと急遽マイクオンにした。これね、開発がユナイテッドフロントゲームス、スクエアエニックスロンドンスタジオ開発なんだよね。まあクレジットにところどころロンドンとかいうワードが出てるから、まああれなんだけど、でもなんかやっぱビッグスマイル D が製氷機にぶち込めって出てあこれと思って入れたら、やっぱりガリ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 って削られるあたりはさ、ジャッキーの時々俺がミンチになる超怖いやつ映画なんだっけって、レッドブロンクスだっけ、あれを彷彿させるあたり、やっぱとかその他もろもろ含めてもやっぱねえ、マフィアものでありながら香港映画的な要素はやっぱ入れてるよ。まあ、ブルース・リーのコスチュームがあったりとかするあたりも含めてさ、そういう露骨なのも含めたりして、まああと途中でこのウェイ・シェン主人公の、まあ、どういう人側なのかっていうのはさ見えづらいっつったけどさ、まあもともと彼はあれだよね、潜入捜査官としての適性はやっぱあるんだろうね。それが天性のものなのか、そこに向けての努力の賜物かはわからないけど、彼はずーっとやっぱり自分の家族、姉、実の姉が香港の裏社会ではびこった、まあ、薬物とか売春による被害を受けたのを、その裏社会をに復讐をするために全ては始まっていて、その中で警察、トライアル、犯罪組織側の潜入捜査官として両方の顔を持ち、今その復讐が終わり、警察からもトライアルからも離れ、一個人のウェイシェンとして香港の街でどう生きるかっていう新しいスタート地点に立って物語は終わったってことだよな。ようやく自分のために一歩踏み出した。のだと俺は思ったよ。メインストーリーの部分だけをギュギュッとこう詰めれば、確かに香港映画一本まるまる出来上がるだろうね、うん、メインストーリーの組み立ては、うん、やっぱ映画的
引き越された一般市民役の場合に、いやあれはプレイスタイルによればあんなねえ車両事故は起きなかったと思うけど、消した人数がやばすぎて表世界では生きられない。そうなんだよね。だからどう生きるかだよね。それでも香港に残る気みたいだけどね。ただ警察も咎めれないし、トライアドも攻め込めないというか、もう攻め込まない、まあ、攻め込めないよね。ある意味どっちもに所属してたのに、どっちからも手の届かない存在になった気はするな。それ以外のところでは通行人引いてただけだもん。何言ってんの。警察署に C4 仕掛けたバカ野郎のケツ持ちとかもしたんだぞ。なんかぬるいと葬式だかなんかの時に一緒にいたけれども、銃撃戦になった時か、どっかの時に 18K に襲撃された時に、香港市民困惑。大丈夫、もうどちらでもないんだから、あんな無茶はしない。ロンタオになって生活しよう。まあ警察はまあないわな。だってトライアドの幹部としてある程度有名っぽかったもん。ウェイさんみたいな感じで肉まん屋に、やっぱりそれが好きでしね、ウェイさんみたいな感じのノリだもん。表向きの顔はね、トライアドのねメンバーだから、まあいずれロンタウに女性幹部から声がかかる日が来るかもしれないけど、あのおばさん幹部は幹部でね、やり手だからね。結局ペンドリューの悪事証拠を押さえてたのはあの人だったからな。その上ロンタウの甥のやつは薬中の飛ばず気っていうことを知っていて、カニ G 使って追い込んでたしな。それ偽名も使わず堂々としてたな。ジャッキー、故郷の幼馴染ジャッキー・マーにコンタクト等にはね、その昔の名前のまんまじゃないと。カニ G、 いや違う、カニ G っていう謎の人物、カニ G が仕掛けたんじゃねえのかな、アンクルポーの部屋の監視カメラ。あ、でも現地では抜け目な、現地ではおとぼけてたけど抜け目なさそうだったよ。そういや麻婆どこ行った、前回まあビッグスマイル D がね強行に走ったからね、自分の意に沿わないトライアド連中どんどん殺して回った被害に遭っちゃった。ロンタを選挙で決めようってことになった際に、前日に
守れなかった。ただ誰も気にしてないようだけど、コンドイはどうなったかわかんない。コンドイは生きてるかな。ビッグスマイル D に消されてる可能性は非常に高いんだけど、描写はなかったよね。コンドイの死体転がってなかった、シャドウに。いや、転がってないよ。あの後普通に車乗ってだよ、あいつ普通に運転席に座ってたよ。乗っけてもらおうかなと思ったら降りてどっか行っちゃったけど、大丈夫だよ全然。びっくりしただろうね、今度も。ビッグスマイル D との決戦が、そのロンタを決める伝統にのっとって、選挙前日の夜だ。だから多分今度は自宅で、ロンタを、オサを決める選挙当日に着ていくためのタンクトップ選びをしている間に、ビッグスマイル D が死んで、まあ選挙を行うまでもなく、まあノースさんになったわけだからね。どんなタンクトップ選んでたんだろう。これループとかじゃないよね。ちょっとしばらくエンドロールボケーと見たか。なんか曲がある。まあでもオープンワールドでね、香港の街並み相当広かったしな。ネックが U か V かで悩んでたかな。タンクトップの V って珍しすぎないか、形状的に。あーでもまああるっちゃあるけど、V にするともうどっちかというとノースリーブシャツに近くなっちゃうね。今度は持ってるタンクトップマニアだし、ウィンストンとね、ウィンストンと朝まで語り合うからね。今度はの金の恋でタンクトップについてなら、あ、I fought the door、 クラッシュのカラオケで歌われてびっくりしたなこれ。そうか、いろんな要素あるもんな、そういうの込み込みだと。曲の権利でカーラジオとカラオケ両方ね。あ、そうだ、それで思い出した。でね、このスリーピングドッグスのね、パート5とパート11がね、多分カーラジオの楽曲絡みでね、ちょっと YouTube のね、ライブ動画ね、ブロックかかっちゃったから、その部分だけ音抜いたやつを今ね、随時、再投稿中なんで、すいません。見れねえぞってなってると思うんで。もう早食いしてもいい？まあそうね、語ることなくなったらだけど、でもまあ一応ね、携わった方の紹介だしね。
だエンドロール終わってないよ。相当な、でもあれだね、そのいろんなところからの協力だったり関係者が多い作品なんだね。まあ権利関係が特に音楽は今ずらーっとなんだよね。だからエンディング中にマイクオンってのも最近じゃ珍しいんじゃない？しばらく黙ってたもんどうしようかなーって。サタデーナイト、あ、でもサタデーナイトっていう曲名は結構いろんなアーティストあるからな。ボゾンマティトリ、でも映画のクレジットってこんな感じだからね。映画館でだからこれで席立つ派の人と最後まで余韻を感じてクレジットだけ見たい人派で分かれるか、そこは人選ぶと思うけど、だもうね、うん、当然人によってはもう退席する可能性もあるけど、まあ俺は見るかな。映画館で見るかどうかは別としても、残る人の気持ちも分かるし残らない人の気持ちも分かるね。映画館のクレジット、ただそもそも俺は映画館にあまり行かないからな。うん、そうね、行く時のタイミングだったりどういうねえ状況で行くのかにもよるからな。いや、うん、ボリュームたっぷりだけど物語もちゃんとしてたね。まあでもボリュームの多さ少なさはあんまり関係ないけどな、個人的にはな。やっぱ思うところがあるっていうのが最後に残るのはいいよね。この主人公はこの後こうなのかなとか、こうだったなみたいなのがあったからね最後。そうするとやっぱ物語として最後までやってよかったなと思うな。でもただ珍しいのが最初のエンディングでこれ、まあ確かに長いけどこれ出んのびっくりしたわ。えっと最初チンパンに負けまくった時はどうなるかと思った。うん、でも後半そこそこまあやり直しは多かったけど絶望的ではなくなったよな。その寄り道したりしてアイテム回収とかイベントサブイベント回収によって、うん、だいぶね、うん、
だこれ2周目とかできるんだったら最初からもうむちゃくちゃできるのかもね。多分できると思うんだけどね。つうかそもそもシナリオのやり直しができるようになりましたって1周目の段階で出てたからな。まあさすがに放送でやってるからやり直しはしないで流れでいったけどね。ただでさえ寄り道して本筋がなかなか進まない状況だからな。そして最後に向けていろいろ服装前回決めていったけど、割と早い段階で服奪われたな。今思い返してみればこの服がいいんじゃねえかとか結構選んで、おーこれだったらデフォルトを生かしつつみたいなことをコーディネートしたのに、割と早い段階でビッグスマイル D に捕まってしまい、上半身裸になっちゃったね。傷だけど。もう前回の段階で。ふと思い返してみれば、展開がやっぱクライマックスで盛り上がってたから全然気になってなかったんだけど、今思い返してみれば、そういえばって。だから裸トランクスでよかったんだよ。ズボン逆に履いてたらおかしくなんねえか。なんで履かせてもらってんだよ。潜入捜査官の嫌疑かけられてズボンをダメだよそれは。え、でもじゃあズボンだけは反映されるのか、残んのかな。でもそうすると、あーでもいいのか。あの上下セットのコスチュームも上が変わったら前、その直前につけてた衣装に戻るからいいのか。一応選んだズボンのまま進んでたんかな、あれ。靴は剥がされてたような気もすんだが、素足をトンカチでズンってやられたから、トンにハンマーで足をズンだよ。メスでシャシャシャと派手にやってくれたよな。ビッグスマイル D にはボートでデッドリードライブかまされるし、でもこれあれだね、アクションゲーム上手い人は相当かっこいい戦いができると思うな。カウンターとかで捌きつつ、こう多人数に対して決めるときは決めて、まさに香港映画のアクションシーンをアクションパートでそのまんまできる。アクションでき良かった。あとあのえぐいけど、迫力あるよな。前回ただのちょっと立てかかってる突っ立ってる鉄パイプですら使って串刺してたからな。あとマウノコ台な、作業用のを顔面にザリーンとか。えぐいんだけど、まあ捉えやと。やるかやられるかなんだろうなっていうのは。
あと高いとこから投げ落とすもあるしね。引いた時のモーションはいいよ。あれはこのゲームの遊び方とはちょっと違うと思う、あれは。序盤特に使ってたり、あと後半もちょっと戦いに時間かけたくなかったり、ちょっと負けると面倒だなって時はやってたけど、車による香港の街のお掃除タイムは。でもスキルが増えていけばね、うん、いろいろやりようあるからな。あ、そうだ。前回さ、洋服選びで思い出したけどさ、なんかさ、コメントで、なんか、ウェイのさ、服装をさ、選んでコーディネートしてる途中でさ、ちょっとよくわからないコメントが届いてさ、何のことだと思ってさ、コメントを放送後さ、まあ大体見直すんだけど、こう、ざっと見たときにさ、そのコメントさ、これなんだろうなと思ったんだけどさ、あ、ちょっと待った。Thank you for playing Sleeping Dogs! いえいえ、こちらこそ。おお、びっくりした。ああ、そうか。経験値な。うわぁ、35万香港。トーマス・ペンデュー警視、私服警官の服。あ、これか、私服警官の服。警察に席あるの？でも、マンハッタンには席用意してくれんのかな？すべてペンデューが悪いんです、で。ミセス・チューの教え。近接攻撃武器のダメージと耐久力。ゲームクリアしました。おめでとうございます。このままプレイを続けて残りのコンテンツでチャレンジに挑戦しましょう。家にあってはならぬものが。あー、ウィンストン・チューのあれか。タンクトップ、大将の、持ってたやつだな。ちょっと使ったわ、そういや、これ。なんだこれ。脱ぎ捨ててんだよ、布団の上に。だからさっき言った通り、1周目でもミッションのやり直しができるっていう感じだったから、やり直すもよし、クリア後の状態の残したサブイベントやったり、ファイトクラブ制覇したりという、好きに過ごしてってことだね。プリセット以上でも、ロンドンで開発されたってことを考えると、翻訳スタッフも、でも日本側でも頑張ってるよな、スクエニの。説明不要、カンフーの神様に捧ぐとかさ。本職に復帰かって疑問。本職復帰すんのかな？でも、シェン刑事の服最後に手に入るってことはどうすんだろうね。マンハッタンでも戻る気ないんだろ？地元民から舐められても仕方がないとかさ。ドラゴンとして生きる覚悟を決めたもの。どう見てもドクターシェン。パルプ以上キャリーミアンって、これなんかスプラッター作品かなんかかな。ランドマークもあってスモースルイ、いや、ランドマークないから。バカンがコスプレテロリストって最悪じゃねえって。一番悪質なのはこれだね。どう見てもドクターシェンって言うけど。ドラゴンとして生きるか？
もう地元民が舐められても仕方ない。じゃあ終わったし、これでいこうか。いや、カスタムもあるけどな、でも。結構本編でよく来てたのがこれだからけどな。トライアドの経験値欲しさに。最後はこれで決めたんだけどさ。このうさんくさいのと、ちょっと宣伝したやつと、これの時かな、これの時に言われたのかな、コメントで選んでる時かな。あのさっき言いかけたんだけど、あのなんか煽り運転の指名手配犯に似てるって言われてさ、今日さちょっと一応目元モザイク薄く入れてるけど、指名手配犯で公開されてる情報だからさ、まあ一応ちょっと比較してみたけど、これのこと言ってたんだな、前回コメントで。俺がなんだこれって思ったのは、違うからね、関係ないから。右のは主人公本作の、左の方はなんか日本人だからね、一切関係ありません、ね、はい。じゃあトライアド、かつてもトライアドに、ね、こんばんの犯人まあでもこの顔立ちだからこそ潜入捜査官だってバレなかったのかもしれないじゃない。違うから。これが本来の。ちょっと地形じゃねえかよ。なんかむしろ。もうそう見えてくるか怖いわ。もうドラゴンとして生きよう。じゃあ。いや、で、旅行者。あれ？銃が増えてねえか。増えてんじゃねえな、これ。終わったな、でも。で、ミッションを途中からやり直すっていうのはどういうことだろう。操作記録は違う、接続か。データベース？違うな。ゲームログ、違うね。メインメニューから選ぶのかな、多分。じゃあ最後のペンドリューの報告書を見て終わろうか。ペンドリューまあ実質刑務所でトライアドのに 3OE のやつらに殺されちゃうだろうけど、どこだ、デイビッド・ワイリー・アンクル、違うな。ケースファイル、こいつは違うな。これはトンがボッコボコにしてっていう話だろ。ブロークンノーズンじゃん。これは、下から2番目？
本当はトーマスペンドリューつんだこいつ。記録作成者香港警察レイチョン上佐部長巡査部長1981年3月23日、ビッグフィッシュチューウィルソンノーキャッシュワンおよびファットサミーザンの殺人事件の捜査の結果、事件のいずれの件にも警察が関与していることが判明した。捜査担当によれば警察の人間が直接手を下したわけではないようだ。だがトライアドのヒットマンに指示を出し、殺害現場周辺からパトカーを引き上げさせ、事後に犯行現場に細工するなど事件を隠蔽しようとしていたこと、痕跡が見られたという。この3件の殺人事件はすべて現在サンウィーのロンタウであり、当時まだイーロン・ユン氏であったデイビッド・ワイディン・アンクル・ポーの出世を有利に運ぶためのものであった。ああ、病室でなんか、持ちつ持たれつだったじゃないかって話してたな。また、警察側では事件の後間もなく、トーマス・ペンドリュー率いる香港警察特別捜査隊のタイ・トライアド班が、サンウィーのトップに君臨していたスリー・タイガーたちの逮捕に成功。この大手柄により、彼は、警視への昇進と、香港勲章を手にしている。なお、事件に先立ち、ペンドリューとポーが会話している姿が4回、監視カメラの映像記憶に残されている件について、ペンドリューは単なる情報収集の一環であると主張している。1992年12月1日追記、ペンドリュー警視の個人所得を入念に調査した結果、給与水準を超えた資金及び資産は認められず、今後のさらなる捜査の必要性はなしと判断。1994年10月7日追記、情報提供者のオクトパスよりサンウィーの指導層と香港警察高官の間に直接のつながりがあるという噂が報告されたが、これを裏付ける証拠は発見されず。2002年2月22日追記、情報提供者のフォーリングウォーターがサンウィーの計画会議に出席したところ、ある幹部が一般人に危害を加えず定期的に下っ端を逮捕させておけば縄張りの中で大規模な捜査が行えることはないと発言したと報告があり、この理由については語られなかったという。2002年6月6日1日追記、情報提供者であるフォーリングウォーターが殺害された模様、死体は回収されていない。匿名の情報源によると、彼の死は香港警察内部監査課とトライアド情報源との接点を封じたいという目論む、警察高官の裏切りによってもたらせたとのことだ。これか、こいつか。ウェイシェンの目の前でもしかして殺したのって。車の中にいて。結局誰だかあんまり分かんなかったやつ。はい。はや。あは。なるほどね。いやーすごいね、でもやっぱこの香港の街並み。エレノアールが後々に VR 化されたけど、これも VR 化しても面白いんじゃないの？まあ会社全然違うけど。だからといってエレノアールみたいにこの車道全部をまた回る旅は多分しないと思うけどな。ノワールよりは楽だと思うけど、曖昧すぎるからな。道という、ここら辺の道とかが。観光ではっちゃけてるおっさん。全部終わったかな。もうどう生きるか、自由だ。
はいよお天気雨だな最後。いや違う、いやそうなの、もう香港市民を傷つけるのはやめて。そうだな、ちょっとこっちはむちゃくちゃできるからな。オープンワールドの怖いところだよ。見納めってことか。ただまたいつの日かね DLC をね購入する機会があれば、 DLC 編があるかもしれないけどね。ただ本編とはやっぱ関係ない感じっぽそうだったからな。なんかちょっとはっちゃけた番外編みたいな空気を感じたんで。パラレルワールド的な。まあその時はまたこのウェイシェンの大活躍が。最後に懐の銃で一般市民を撃ち抜こう。そういうのができちゃうからね、怖いよね。ああ、びっくり、そういうことか。ホールドアップしてた。細けえ。銃構えてるの見て、さっきの車ホールドアップしてたぞ。撃たないでーって。なんで変な止まり方してんだろうと思った。ってことは？あ、それは連絡先は？ああ。ものね、操作記録ってなんだ。ああオフラインか。何これ。カージャンプスコア 40m 超えてんの。カージャンプ距離そんな飛んだことあんの。ちょっと待て、衝撃の事実だぞ。聞いてないというか知らん。警察来ない。香港警察は緩い。バイクジャンプはもっとある。45メーター飛んでる。最長ウィリーは特にないみたいだね。ハイスピードラン、最高速で走り続けた時間。あーそういう意味か。連続マシンテイクダウン、10秒以内にマシンテイクダウン、乗車中に体当たりで他の車両を破壊するを2回決めると開始。マシンテイクダウンの連続回数を競うチャレンジ。4回も連続でマシンのテイクダウン取ってる。クリーンドライブは？お！時速60キロ以上でどれだけ長く車を傷つけるので運転続けられるか競うチャレンジ。15秒間のクリーンドライブでチャレンジ開始。スコア39秒。40秒の壁越えなかったか。わ、こんなにクリーンドライブしてますよ。最長60キロの速さで。でも60キロ超えちゃってる時点でクリーンなドライブじゃないと思うんだな。高速道じゃない限り。ヒットエンドダウン、連続でキルした歩行者の数を競う悪名高いチャレンジ。5秒間交通法規を守って走行するとチャレンジ終了。非常に悪質なチャレンジですね。39秒。
1分も持ってない。60球以上出す時点でクリーンドライブじゃないよ。ヒットエンドラン得意なのじゃんキルした。そんなに連続で、たったの6なのか。うん、誤差の範囲じゃない。パーキングメーター破壊、パーキングメーターを破壊してキャッシュを集め、その額を競うチャレンジ、5秒間交通法規を守って走行するとチャレンジ終了。212香港ドル。これが大きいのか多くないのかがわからん。カーチェイス、迫ってくる警察からどれだけ長く逃げることができるのか競うチャレンジ、20秒間追跡されるとチャレンジ開始、逃げ切るか逮捕されるとチャレンジ終了。2分12秒なんでこれだけ長いんだよ。あれ、2分間も、2分以上も追われてた。あら、お恥ずかしい。そんなに執拗に狙われてたんだ。連続キル、連続キル数を競うチャレンジ、5秒以内に2人キルすると開始、誰もキルせずに8秒経過すると終了。まあこれはメインイベントだな、いつも追われてたから。あー、メインイベントで2分超えるようなのがあったのかもね。グローバルランキングあんのか。でもこれまあ個人情報出ちゃう人だしやめとこ。土道今オフラインだし。タックル、脱出中にまるで前方にいる人にタックル、5秒以内に2回タックルを決めるとチャレンジ開始、連続タックル数か。そんなのも競うんだ。フライングジャンプキック、へえ。フライングジャンプキック使え、ローリングソバットみたいだけどな。脱出中の攻撃、ヘッドハンター、連続ヘッドショット数を競うチャレンジ、やっぱ銃下手なんだな俺。スコア2だ。タイヤハンター連続でタイヤを打った数を競うランキング、5秒以内にタイヤを2つ打つとチャレンジ開始、11秒間タイヤを打たないとチャレンジ終了。結構タイヤはハントしてんな。まあ、車で追われてバイクとかタイヤ狙ったら超速かったからな。車もだな。これは結構必須なスキルな気がする。ダーティーウェイ、ヒートレベル1以上で何人連続して警官を倒せるかでスコアを競うチャレンジ、10秒以内に2人倒せばチャレンジ開始。あ、ダーティーウェイ俺してません。スコアなし、ノーダーティーウェイでフィニッシュですよっ。そんなね、警官をね連続してね倒すなんてことしないよ。あっという間に射殺されちゃうし。でもカージャンプ、バイクジャンプが 40m 超えてるのは意外だったな。そんな飛ぶん、あれ飛んでたけれども、これだ。これで好きな時に好きなストーリーをいけるんだ。メインシナリオここ大変だったね。クラブバンバンのスコアだってゼロだもんね。え、本当にゼロなのスコア、これどういうこと。見逃してもらったのか、実はあまりにもゲームオーバーしすぎて。ウィンストンに首ったけのスコア低いな。お、これはすごい高い。
ぱ終盤はねドンパチしてたよな。友達は終盤ではなかったな。少ない。ここがしかがもうクライマックスって感じかね。ああで決戦、これで好きな時にできると。レースあんまやんなかったな、ストリートレースは。称号最近50発の射撃精度が高いものに与えられる称号、スコア 100%? そんな、いや、なんかの間違いだろ。あ、でもショットガンはあれ一発の弾数がめっちゃ多いからどっかしらに当たってたのかな。最近50発が 100% 当たってんの。芸術は爆発だ。爆発ね。ゴールドまで行ってんだ。数打ち当たるブラインドファイヤー。ああ、ノールックで打つやつか。あれ当たんのか、あんな照準なしで打つの。フリーランニング、乗り越え攻撃、分取り球。ああ、あんまりやってねえな。シルバーか、総合記録は。意識してねえからな、こんな。一応、ゴールド我慢あるな。忍者、背後からのストレススキル。ボーンブレーカー、敵の骨を折った回数を称えるでしょう。100本以上折ってる。ステルスキルは11回。ガンマンはキルの合計数10による400人ってこと。これ100本折ってんだ。型破りの男、フリースタイルキルで、あ、仕留めた回数134人。フリースタイルキルっていうのはあの机のマウノコとかそのダクトとかゴミ箱に放り込んだりとかだね。ステージギミックを、ワールドのギミックを使って倒した数134。狂気の沙汰、近接攻撃を武器でより多くの敵を倒した者に与えられる称号、58人。お前のものは俺のもの、敵から武器を分取った数を称える称号。ああ、銃とかをナイフとかを、30か。護身術、カウンター攻撃を成功させた回数583。最初の方結構それでどうにかならねえか錯誤してたしな。最終的にはやっぱそれボス戦でも使わなきゃ無理だったしな。下先算数、敵を欺いた回数を称える称号、15。ブルーズアイ、敵を投げ武器を投げて敵を倒した数。そんなことできんだ。武器を投げて。ナイフ投げとかってこと。武道家の竜、近接攻撃で敵を倒した数が多い一流の武道家に与えられる称号、645。そんなに殴り倒してんだ。まあ、ストリートファイトとかやったしな。逆に言えば素手で645人殺したの。天下無双、より多くの敵を倒した者に与えられるでしょうか。すいません、それどころじゃなかったです。
ジャンル問わずだと1249人。恐ろしいね。一周こんなに戦ったんだ。一周で有料ドライバー、車でクリーンドライブ最低速度以上での走行の合計時間が多いものに与えられる称号。30秒いってね。これそれでも23分か。どっちにしろシルバーだ。ゴールドドライバーじゃない。香港の人口統計苦しそうですね。こんばん。終わったんですよ。1249人。ゴールドじゃないの俺。あと7秒か。惜しい。それでもこれ7分か。どっちだこれ。単位がわからん。合計時間だろ。だって最長のどれだ。フリーランナーじゃなくて数打ちゃってもない。あれどこだ。あ、チャレンジか。39秒958が最長でクリーンドライブなんだろ。ってこれ分か。23分。クリーンドライブできた時間の累計が。これ前のプレイ時間わからないけど、そのうち23分だけクリーンドライブ扱いされたわけか。30分いかなかったってことかな、これ。いやでもそれはおかしいな。いやおかしくないか。おかしくないね。これ別にもう一桁増えても全然スペースあるもんな。9時間まででタイマー止まるじゃんとか言おうとしたけど、これが現実。いやなんか操作記憶捉えてんな。誰操作記憶取ったの。音速の機構士、クラス A の車を最高速で走行し続けることができたものに称えられる。そもそもクラス A の車にそんなに乗ったことねえからな。 B までしか所持してねえ。ブロンズ7秒。クリーンとか言ってるけど時速60キロとか常に出してるとかむしろやばない。結構高速度はあるからね。ハイウェイはセーフだからね本来。決死のハイジャッカー、スタントジャックで車を奪った回数がより多いものに与えられる称号。35回。ゴールド。こういうのはゴールドなんだな。カークラッシャー、破壊した車両の数が多いものに与えられる証拠。あ、ゴールドじゃない。これが現実だよ。31台廃車にしました。まあ、乗ってる車が完全破壊ってまあないからな。どちらかというと、ステージでトラック爆発させたとかそういう方だろうな。香港最速の男す2、ストリートレースの勝利回数。ああ、やってないからな、ストレートレース自体を。こうやって半端に壊してるのはカウントしないもんね。多分爆発しないとダメなんだと思う。ほとんどイベントで壊したやつじゃない、銃とかで。100万ドルの男、合計獲得金額の多さ。うわぁ、230万。
湯水のごとく今までに消費した金額あ惜しい、あと7万ドルでゴールドいけた、すごいね、230万ドル入って、あでもあうん190万ドル使ってやがる、こいつ酔い腰の銭は持たない、うん、あんま買い物しても強くなるわけでもないしな、そこまで服あったらとりあえず買ってみてふざけちゃうって感じだったからな。鉄火場の猛者、ギャンブルの収入、あー統計と麻雀の獲得金額6万5000だけ、あんまギャンブル、あんまギャンブルやん、いや興味ないからな。完璧主義、総合達成率の高さを称える、ああここら辺のか、ゴールド全部取っていけばいいってことね、シルバーまではいったんだ。香港ウォーカー、ヤシロ金庫の合計発見数、象の返却数、監視カメラハッキング数の多さを称える、あー164、175で多分コンプなのかな。逃走遊戯、ヒートレベル2以上で生存した時間の合計を称える称号これ56分ってこと、ちょっと待って、クリーン有料ドライバーの分数は23分4秒逃走遊戯は56分、ギリギリダブルスコア、いやダブルスコアだね、完全なる倍以上だ、嘘だ、ゴールドだ、有料ドライバーシルバー止まりだったのに、称えられんのかそれ、警察に追われてた時間の方が長いってことだね。おいは高速道をちゃんと走った時間より、アナーキー・イン・香港、ヒートレベル2以上での警官級の回数が多かったものに与えられる称号、あブロンズすら取ってない、やっぱ警官ね、ねえ 5でブロンズの半分以下だよ、それは犯罪者だから、表向きはね、でもこれもう称号取ってないよ、アナーキーじゃない俺、ゲーム的には、ゲーム的にはアナーキーじゃないんだって。50人もこんなん意図的にやんねえとこんなの意図的にやんないとできないだろう。パブリックエネミー、1回のプレイでキル数が多かったものに与えられる称号、あーこれはやばいやつだ、何のキル数か明言してないけど209パブリック、これワールドにいる赤いアイコンの人も込みなのかな、金庫前にいるやから、それ込みだったらまだまだそのうちの半分ぐらいはまだ、本当ペンドリューと同じとこ行った方がいいんじゃん、いやいや、どのタイミングのコメントか分からないけど、パブリックエネミーのこの数字は本当でしかないからな、どうしようか困ってるよ、公共の敵って意味でしょこれ、これつまり普通の一般市民をキルした数じゃないの、ゴールド取ってるけど209、7割近くが歴殺じゃん、ちょっと待って、天下無双って1249人のうちの209人がこれかもしれないってこと？
か収支合いそうだな、ちゃんと数えると。400足す412、骨は関係ない、546、だいたい600、600足す、あれ1240ぐらいだ。ってことは敵か。あ、1249足す別枠でこれパブリックエネミーか、209か。つまり1450人近くを香港の人口換算で、人口換算とか香港にいる人を1450人以上がこの一連の事件で命を落としてしまったんだね。いやー、とんでもなくでかい山だったな。なるほどな。これは社会復帰は無理そうかな、ウェイ君。操作しない方がためだった。いや、でも薬物による被害者が、未来ある女性たちの危険が、危ない、それをこれ以上広げないからね、やったことは後世のためになると思うよ。なんだあれ、かわいいな、なんかあの看板、耳がペタってなってるけど。じゃ、言い訳室はまともに出てこない方の悪行だもん。いやビッグスマイル D がいたらもうそれこそとんでもないことになってたな、ウェイ。なんか酔いもへったくでもない感じになったけど、スリーピングドックス、全今んとことりあえず17回で本編クリアでございます。ね、長い間ね、ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。香港に平和が戻ったのかなあ。ということで、お疲れ様です。ウェイ・シェン捜査官も本当にお疲れ様でした。ではまたね、新しいゲームかいつの日か、ちょっとした番外編をやるかもしれない、やらないかもしれない、約束はできませんが、またどこかで。